断平さんにね。なかなか存在感のあるね、ドライバー人形になったんじゃないかなと。俺やだよ、こんな車が俺の後ろについたらね。まあまあ、こんな感じで出来上がりました。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はね、この CC02 シャーシ、CC02 シャーシね、タミヤの。で、これに、かねてから雇っておいたドライバーさんをね、やっと乗っけていくことができそうかなと、いう感じでね、ダンペイさんにね、ぜひ、この運転席に乗ってもらってね、運転してもらおうと、そういう動画です。今ドライバー人形を取り付けていきましょうっていう感じかな。で、もうただこれ取り付けるだけなんだけど、どうしようかなと思っていろいろ考えてたんだけど、なかなか良さそうなのがね、例えばこのサスマウントの開いてる穴が4つあるんで、そこからワイヤーでも出してね、そこに板でも乗っけようかとかいろいろ考えたんだけど、結局はね、もうボディに橋渡してね、ボディの内側に橋板を貼り付けて、そこの上にね、シートと、ダンペイさんをこう乗っけてね、多分このモーターとか内部のメカが入る関係上ね、この辺に板を張らなきゃいけないんで、そうするとね、結局ちょうどいいんですけど、シートはね、このシートの部分は、ここ取れるんですけど、この辺もうノコギリでカットしちゃって接着しないといけない感じの、ちょっともったいないですけどね、そんな感じの工作になるのかなと。で、このダンペイさんはね、ホビーオフで1000円で、なんていうんですか、雇用することができます。もう永久雇用です、1000円で。要は買ってきたってやつですね。なんでね、1000円で雇いました。で、この、まあ、シートなんですけど、これね、ヤフオクで2脚とこのビストセットで、いくらかかったかな、1000円ちょっとだったんだよな。手頃なやつが見つかったんで、なんていうとこだこれ、 KYX っていうとこかな、メーカーは KYX なのかな。まあ一応これね、貼っとこう、ここに貼る場所あるんで、っていうメーカーかのものです。これはもう外して豚切って使っていきます。ダンペイさんはね、いろいろ考えたんですけど、ハンドルをこっちに持たせると、もう、コクピットに乗った時に、こう乗った時に、もう、馬鹿力でハンドルをもぎ取ったようなね、ポジションにハンドルが来ちゃうんだよね。こう、角度的にもね、上向いちゃってるし、なんかハンドルもげましたみたいな状態になるんで、それはまずいよな、とかって。でも下の手だとハンドル見えないしね、どうすればいいんだろうな。こうか、こうすればいいのか。それでもハンドル上向いちゃうんだよな。まあなんか良さそうな方法でちょっとどっちかに取り付けていきます、ハンドルはね、っていう感じです。で、ボディのに取り付けるステイにするのはこんなね、400円ぐらいかな、でアルミ板買ってきたんで、1ミリ厚のアルミ板にしました。0.5 ミリだとぐにゃぐにゃ曲がっちゃうし、1ミリぐらい必要かなっていう感じです。これを使って、ドライバー人形の取り付けやっていきます。これはね、タミヤの GF01 についてきた、ハンドル、ドライバー人形のね、ハンドル、オフロードドライバー人形のハンドルですね。これね。で、今あらかじめ黒く塗ってあります。で、これはなんかランナー。要はハンドルのシャフトにしようかなっていう感じですね。準備したのはこのぐらいですね。
ということでね、サクサク作業を進めていこうかなと、そんな感じです。アルミ板を切っていこうかな。カッターで傷つけて折れば切れるんじゃなかろうかと、軽くカッターでね傷をつけて、よいしょと、これでいけると思うんだよな。いけないかな、甘いかな、これね、うん、はいはいはい、うん、ね、はい、で切り口が鋭利になってるんでね、それはちょっと気をつけていきましょう、ね、こんな感じで、ここは折っちゃう部分で、ここにねこう断片さん人形とシートが2脚とね乗っけていくっていう感じになっていきますね、うん、こんな感じです。ノコギリでねこう一生懸命切ってます。まあサンダーかなんか使ってね、電動工具でスパッとやっちゃうのが楽でいいと思うんですけどね、まあ僕は人力でやって、まあバケットシートね、ノコギリ使って切断したんで、まあ切り口はねちょっとあれですけど、うん、まあこんな感じで2脚ね切断しました。でねある程度こう目印になるところでね、うん、アルミの板に印をつけて、うん、まあどうせねここは見えないところなんでそんなにあれなんですけどね、下穴打ってビスで止めていこうかなと思います。うん、ね、6箇所単純に開くかなこれね、開くね、うん、下穴はあのシート用に4箇所と断片さん用に2箇所ね穴開けてあります。で余ったプレートあるんでね、これ力が加わるとくにゃっと曲がっちゃうんで、あのこう2枚重ねにする形で、でバケットシート側にもこう下穴をもう穴の位置決めてね、下穴開けてあります。ダンペさんにもねちょっとかわいそうですけど穴が2箇所開いてます。でハンドルはもうこれ黒く塗ってあって、穴がちょっと微妙だったんで穴は広げてあって、これはランナーですね。ランナーをギュッと差し込めばもうハンドルになっちゃうんでね、うん、これはこういう状態。ダンペさんのちょっと腕をね、あのちょっと燃えちゃってかわいそうなんですけど、ダンペさんの腕を改造していかなきゃいけないんで、ちょっとねこのタオル、あの上を守るためにね、あの必需品というかね、このタオル必要なんですけど、あの運転にはタオルね、あのクローラーっていうかね、岩場を運転するのにタオルは不要なんで、ちょっとタオルはあの鼻あのもう手から取り去ってしまいます、うん、あのものすごい力で握りしめてるんでね、取ってしまうのも結構大変かもしれないですけど、じゃあね断平さんの手にはねちょっとハンドルの径にあった穴を開けて、ハンドルはこんな感じで切ってありますね。そうするとこうこんな感じでね、断片さんがもうしっかりとハンドルを握ることができます。もうね、もう二度と離すことはないんでね、このハンドルはね、あの命をかけてこのハンドルを握っていく つもりだと思いますんでね、断片さんはね、こんな感じになります。もうねハンドルどこなんだよみたいな感じになってますけど、まあいいかね、こんな感じです。でこいつね、これは後で接着しますけど、ここにギュッとね入れてあげればもうハンドルは完成です。はい、ここ下穴開けた通りにビスで留めて、まあ接着剤も使いつつねビスで留めて、こんな感じの断平さんドライバー状態のねプレートが出来上がりました。あとはねここをこの両脇を、
ボディにねしっかりと接着して、うん、ある程度モリモリにしてます。どうせ固まっていく途中でちょっとやは痩せていくし、ある程度強力にくっついてもらわないと困るんで、最終的にねこういう状態で乗っかってくれました。ダンペイさん裏から見るとこんな感じですね。こうメッシュも併用してこうくっつけてありますけどね、裏から見るとこんな感じ。うん、ここはねやっぱり、エポキシ系の接着剤でね両側がっちりくっついてますね。うん、とまあ出来上がりですね。なかなかかっこよく出来上がったんじゃないかなと思ってますね。まあ自画自賛ですけど、こうね、うん、こんな感じちょっとねシートのね左右の幅がねもうちょっと真ん中に寄ったらよかったのかなとか思いましたけどね。うん、とりあえずこんな感じで出来上がったんでね、ちょっと重量が増えましたけど、一応はこれで完成です。はい、いかがだったですかね。これ無事にダンペイさんをねドライバーとして雇い入れることができましたね。ちょっとね中の配線がやっぱりびきれちゃうのがちょっとかわいそうだけど、まあこれはこれでねいいのかなと思います。うん、ちょっとシート間の幅がね広かったとかいろいろあるけどね、うん、なかなか存在感のあるねドライバー人形になったんじゃないかなと。俺やだよこんな車が俺の後ろについたらね、うん、まあまあこんな感じで出来上がりました。うん、自分としてはとてもね気に入っているんでね、うん、こうドライバーが乗っかるとねまたスケール感が増してくるんでいいと思いますね。今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょうね。バイナラバイナラバイナラ、ダンペイさん気合入ってます